亡き王女のためのパバーヌ。亡き王女のためのパバーヌ。亡き王女のためのパバーヌは、フランスの作曲家、モーリス・ラヴェルが1899年に作曲したピアノ曲、及び1910年にラヴェル自身が編曲した管弦曲。イケル王女のためのパバーヌや、シセル王女のためのパバーヌなどとも訳される。パバーヌとは、16世紀から17世紀にかけて、ヨーロッパの宮廷で普及していた舞踏のことである。現代のインフォンテ・デ・イファントは、文字通りには、死んだインファンタ、スペインの王女の称号を意味し、韻を踏んだ表現が選ばれている。ラヴェルによると、この題名は、亡くなった王女の早々の哀歌ではなく、昔、スペインの宮廷で小さな王女が踊ったようなパバーヌだとしている。よって、日本語の表記においても、亡き王女と表現すると、死んだ王女という意味が強くなるため、あえて漢字を使わずに、亡き王女と表記することもある。この古風な曲は、歴史上の特定の王女に捧げて作られたものではなく、スペインにおける風習や情緒に対するノスタルジアを表現したものであり、こうした表現はラヴェルによる他の作品、例えば、スペイン教詩曲や、ボレロや、あるいは、ドビュッシーやアルベニスといった同年代の作曲家の作品にも見られる。諸説あるが、ラヴェルがルーブル美術館を訪れた時にあった17世紀スペインの宮廷画家ディエゴ・ベラスケスが描いたマルガリータ王女の肖像画からインスピレーションを得て作曲したとされる。ピアノ曲はパリ音楽院在学中に作曲した初期を代表する傑作であり、ラヴェルの代表曲の一つと言える。ラヴェルはこの曲を自身のパトロンであるポリニャック公爵夫人に捧げ、1902年4月5日、スペインのピアニスト、リカルド・ビニエスによって初演された。この曲は世間からは評価を受けたが、ラヴェルの周りの音楽家からはあまり評価されなかった。ラヴェル自身もこの曲に対して大胆さに欠けるシャブリエの過度の影響、かなり貧弱な形式と批判的なコメントを行っている。その後行われた演奏もテンポが遅く、だらけたものであった。ある演奏会が行われた際、ラヴェルがこの曲を演奏したピアニストに対し、演奏後に、これは王女のための亡きパバーヌではなく、亡き王女のためのパバーヌであるのだと指摘したともあった。曲は、都庁長で4分の4拍子、速度記号は、ラン、レンと、4分音符=54である。後年、ラヴェル自身が録音した演奏により、54から70と幅が持たされている。2つのエピソードを挟んだ小ロンド形式、単純ロンド形式を取り、ABACA という構成をしている。優雅で、ラヴェルらしい繊細さを持つ美しい小品であり、ピアノ版、ラヴェル自身の編曲による管弦楽版の他にも、多くの編曲者により、ピアノと独奏楽器のデュオ、弦楽合奏など、様々に編曲され、コンサート、リサイタルの曲名やアンコールとして、しばしば取り上げられる。オーケストラ版は、1910年にラヴェル自身が編曲し、1911年に初演された。演奏時間は、おおむね6分半から7分程度である。管弦楽の魔術師の異名に恥じない、華麗な編曲であるが、ボレロや左手のためのピアノ協奏曲から連想されるような大規模な管弦楽編成ではなく、むしろクープランの墓、これもピアノ曲の編曲であるなどに近い小規模な編成であり、旋律美と知名度に加えて難度もあまり高くないため、演奏会のプログラムやアンコールピースとして取り上げられる機会も多い。ピアノ版と曲の構成自体は同一であるが、オーケストレーションは次のようになされている。ロンド主題といえる A 部は定時の段階では弦楽器のピッチカートに乗り、ホルンのソロで奏でられる。B 部ではロ単調に転調し、オーボエにより新たなエピソードが出現する。一度目の再現では主旋律が木管楽器に移り、最初よりもさらに穏やかな印象を与える。フルートで定時されて始まる C 部では、途端調になり、可憐ながらもやや落ち着きのない音楽。後半では、ハープのグリッサンドや高音域が効果的に使われている。ト短調で弱々しく終わった後の2度目の再現では、ハープの分散和音に乗って、フルートとバイオリンで旋律が奏され、最後は最弱音で消え入るように終わる。ラヴェル没後の1939年に、アメリカ合衆国で本曲のメロディーを、ピーター・デローズとバート・シャフターが、作曲と称して流用、ミッチェル・パリッシュの歌詞をつけて、Tea Lamp Is Low と題した、ポピュラーソング家、ミルドレッド・ベイリーの歌唱版や、フランク・シナトラの歌唱によるトミー・ドーシー楽団版、ハリー・ジェームズ楽団版などがヒットした。しかし、ラヴェル作品の著作権を持つ遺族側には、無許可の流用であったため、著作権問題から、日本も含む一部の国ではこの曲のレコードが、後年まで発売できない事例も生じたという。上記以外のポピュラー音楽シーンにおけるカバーとしては、ヘイリー・ウェステンらによる、Never Say Goodbye、2004年発売のアルバム、Pure に収録や、平原綾香による、パバーヌなき王女のためのパバーヌ、2009年発売の、クラシック音楽カバーアルバム、My Classics に収録などが存在する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。